今から400年ほど前、江戸時代初期、家光殿ご創建かな。おお、仙台の親父殿、相変わらず格尺としていらっしゃる。戦国時代は若き龍として名を馳せた伊達政宗は、徳川の時代になると戦国の生き証人として三代将軍徳川家光に慕われていました。また戦国時代の話を聞かせてくだされ。前回はどこまで話しましたかな。関ヶ原合戦の途中までです。家光が生まれたのは1604年、関ヶ原合戦から4年後のこと。戦国時代を体験していない家光は政宗に当時の話をするのが好きでした。天下分け目の戦いは石田三成率いる西軍が優勢、しかしというところまででした。おお、そうでしたな。西軍が優勢、しかし小早川秀秋の裏切りにより戦況は大きく動くのです。あ、小早川秀秋、親父殿どうされました？体の具合でも。いや、苦い思い出が蘇ってきて。時は遡り1601年。やはり京都はいいな。美しい都でございますね、政宗様。関ヶ原合戦の翌年、政宗は腹心、片倉小十郎を伴って京都を訪れていました。小十郎はこの時17歳、戦国屈指の美少年、花盛りの時期でした。おや、あの武士の一団は。小早川秀秋だな。ああ、例の。そう、例の。豊臣秀吉の養子でありながら、豊臣家を裏切り、味方だった西軍を崩壊に導いた小早川秀秋。結果的に徳川に勝利をもたらしたとはいえ、武士としての評判は微妙なものになってしまいました。おお、政宗殿、その少年を紹介してください。今僕は冷静さを欠こうとしています。秀秋殿、俺の家臣片倉重長だ。皆からは小十郎と呼ばれている。よろしくお願いいたします。近くで見るとますます可愛い。小十郎殿、今夜一発どうですか？はっていきなりですか？一目惚れしちゃったんです。お願い、一発だけ。そんなこと言われてもどうしましょう、殿。秀秋殿、小十郎も驚いているのだ。日を改めてくれ。しかしそれからというもの、小十郎殿、一発だけやらしてくれなきゃ切腹する。わし、来年あたり謎の死を遂げる気がするから、今生の思い出に。秀秋殿の評判が悪いのは関ヶ原の裏切りのせいだけではないようだな。あんなにつきまとわれるなんて思いもしませんでした。秀秋は小十郎に恋をし、現代でいうストーカーになってしまったといいます。小十郎、嫌な理由はいろいろとあると思うが、一度だけというなら受け入れてみないか。え？男は度胸、何でも試してみるのさ。きっといい気持ちだぜ。政宗様はそれでいいんですか？だってこのままだとあいつは何をするかわからんだろう。確かに。大名同士のいざこざになってはお家取り潰しもあり得る。俺は嫉妬深い、本意ではないのだ。仕方がありません。殿からの命令ということなら。命令だ。逆らったらお前の親の首を取る。その代わり今夜は可愛がってください。こういうのも燃えるな。ということがありまして、秀秋殿は恋敵なのですよ。鬼の小十郎と呼ばれた優勝と、親父殿は恋仲でもあったのですか？その後小十郎殿と秀秋殿は。さすがに現場は見せてもらえませんでしたが、おそらく。その後政宗殿と小十郎殿の関係は大丈夫だったのでしょうか？それに関しては。1615年、戦国最後の戦いと呼ばれる大阪夏の陣。殿、私に先方をお任せください。お前以外に戦法を命じる気はないぞ、小十郎。小十郎は美しいばかりではなく、知勇兼備の優勝、鬼の小十郎とあだ名されるほどでした。必ず帰ってこいよ、政宗様。俺は47歳、小十郎は29歳だったかな。それでも新鮮さは失われていませんでした。かなりお厚い関係ですね。それでは、親父殿は、男は小十郎殿一筋で。いやいや、そんなことはありません。大阪夏の陣からしばらく後のことでしたかな。政宗様、本日より側室として仕えることになりました、お勝と申します。弟の作十郎です。小姓としてお仕えいたします。うむ。双方とも表を上げ。必ず丈夫なお子を産んでみせます。弟の方。いい。新所に行こう。な。僕、男の子、子供産めません。そんなこといいから。私は？政宗はしばらくの間、新たな美少年、作十郎を寵愛しますが。おう、密告書とな。家中に裏切り者でも出たのか。何、作十郎に横連母している者ありだと。許せん、作十郎は俺のものだ。作十郎、酒が足りん。はい、政宗様、お酌いたします。ところでお前、浮気をしているだろう。そんな、僕は政宗様一筋です。証明できるか。この通りです。神仏に誓って浮気はしていません。腕引きをするとは、お前の愛は本物だな。腕引きとは、腕を切りつけて血を流すことで愛の深さを示す当時の風習です。というようなことがありまして。相手の浮気は許さないのに、自分はするんですか。いやー、小十郎も作十郎も可愛かった。親父殿の話を聞いていたら興奮してきました。今宵は若い男を呼びつけて宴を開きます。おや、家光殿も酒道好きですか。酒道一本です。政宗殿には奥方もお子様もおられるそうですが、私は女がダメで。戦国時代、男性同士の愛は酒道と呼ばれ、武将のたしなみでした。戦場に女性を連れて行くことが禁忌とされたがゆえに発展した文化です。このままではいけない。徳川の血が途絶えてしまう。これに危機を覚えたのが春日の局。家光のために大奥を作り、将軍家の血を絶やさぬようにするのですが、それはまた別のお話。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。